ランチェスカです。フッソンです。めっちゃ態度でかい。ていうか私のポムにそんなになんか普通版撮ってくださいな。いやなんかあの撮影現場に来たらモフモフのプリンがいっぱいおったんでちょっとこれはもたれようかなっていう感じで。やめてください。もたれております。もういたつさんが来るときのけないかんで、せっかく並べたのに。さあ今回はですね、うん、私ダイスをね開けたいと思っているんですよ。でね、いたつさんパクったな。うん、パクった。正直に言う、パクった。パクったの？うん、だって開けてみてわかった。かわいい。あの前にね、イタチさんのダイスを私がね開けてで切り口できましたっていう動画をね作ったことがあったんですけれども、うん、私はタイミングもなくて開けれなかったんで、うん、今もまだ開いてないんですよ。でもね、うん、開けたいと思って、うん、開けようって開けてくれる後輩ちゃんにね頼んで、うんうん、もう予定もすり合わせているので近々という感じになってるんですけど、私はダイス未体験なのでダイスについて体験内が聞きたいなと思いまして、今回はイタチさんのダイス開通後からの経過観察も兼ねていろいろねイタチさんに体験談教えてもらいたいなと思ってます、うん、ちなみに今ダイスを開通してから4ヶ月半くらいが経ってます、うんうん、まあ普通の軟骨ピアスとかねヘリックスぐらいだったらもう4ヶ月5ヶ月が近くなってきたら安定してっていう時期にはなると思うんですけど、ちょっとダイス安定しにくいかなっていうところが見受けられていたりするので、まあその辺もね込みでお話ししていきたいと思います。ダイス気になってるよっていう方はぜひ私と一緒にダイスについていたちさんから聞いて参考にしてもらえたら嬉しいです。では行きましょう、はい、まず私から見ていたちさんのダイスが、まあ、今現状どういう風になってるかっていうねお話からしていきたいと思います。さっきも言った通り開通してから4ヶ月半が経っていてですね、まだ安定してないと私は思ってます。ちょっと、ね、金属アレルギー持ちなので、まあそれだけじゃないと思うけど安定しにくいよなきっと、うん、まあまあ。で、コメントにもね前書いてくださってたんですけど、まあ、肉眼がちょっとやっぱできやすいね、うん、まあ耳の中なんで外とは違ってまたちょっとこうちょっと違うね。最初開通した時から今も1回も付け替えたことがなくて、うん、サーキュラーをイタチさん使い続けてるんですけど、うん、あのストレートバーベルと違ってサーキュラーちょっと重みがあるじゃないですか、うん、だからそれがね負担になってないかといったらなってると思うんですよ。でもここにストレートバーベルはつけれるもんね。そうやってサーキュラーでいいとは思うんやけど、どうしてもね、うん、もうこれは致し方ないという感じで肉がやっぱできちゃいました。バーベルが出てるところの上と下のホールの入り口、うん、だったら上の方が結構できてるなと思います。下もできてなくはないんですけどちっちゃいんが、うん、気にならん程度でも上の方がやっぱり気を抜いたらぷっくりなってたかなっていう感じです。常にできてるかって言ったら軟膏でケアしたりとかいろいろケア努力してくれてたんでイタチさんがすぐにねちっちゃいやつって引っ込んだりっていうのを繰り返してはいたんですけど、今まで覚えてる限り結構何回もできてて、あと1回可能してたかなって感じです、うん、でねすぐに収まってくれたんでそんな大したことはなかったんですけど、なかなか安定してないですねまだですね、うん、っていう現状でございます。まだまだ4ヶ月半が経っても安定はしてません。でも排除されそうとかもうほんまに変形するほど肉ができてるとかそういうものはないので多分経過的には順調にいってるんだと思います。ただちょっと安定と完成が遅いだけでうまくいってると思います。ではイタチさんにいろいろ質問形式でダイスのこと聞いていきたいと思います。気になる、はい、ではまず1つ目、痛みはどうですか？痛みはほぼないです。ずっと開けた後から？うん、ただやっぱ触ったりこのサーキュラーがくるんと回った時とかはちょっと痛くて思う時はあります。ああ、かさぶたがパリって取れた感じ？そう、でも基本的に痛みはないです、うん、マスクとかは全然関係ないです。確かに関係ない、余裕です。あ、あとあの電話するとき痛かったです。ああ、電話？そう、こうやってしたときに、うん、なんかこう当たるんで。シャンプーは？シャンプーとかは当たらんようにしたら全然、うん、あと産んだときとかはシャワーを当てたらちょっと痛いです。ああ、まあそれはしゃあないよね。でも基本まああんまり気になる痛みとかは全然なかったですね、うん、じゃあ2つ目、不便だなと思ったことはありますか？イヤホンができません。確
確かに耳の穴やもんな。です。イヤホンできません。耳栓できません。確かに。ヘッドホン痛いです。ああ、こうやって圧迫するから。でもなので、もう音楽脳内で聞くしかないです。直接的に。そう。トラバスが開いてなかったら、イヤホンできるかもしれんのですけど、うん、あトラバスと台室両方開けちゃったら、もう完璧イヤホンはできないです。確かにそうかもしれない。どっちかだったらいけたかもな。どっちかだったらまだいけたかも。周りの反応はどうですか？痛そうって言われます。そっち、うん、まあ、確かに痛そう。あ、でもピアス開いてる軟骨ピアスとか好きな人からは可愛い、おしゃれとか、うん、いいなって言われます。で、4つ目、寝るときは痛いですか？寝るときは開けたすぐはこっち右に開いてるんですけど、右を上にして寝てました。うん、やっぱ枕とかに押し付けたら痛いです。あー、やっぱり押し付けたら痛いんだ、うん、じゃあ5つ目、腫れはどうでしたか？腫れはなかったよな、ほぼ。いた感じはまあちょっとあったけど、フォアのヘリックスが最強の腫れだったんですけど確かにフォアヘリはすごかったな。ダイスは全然腫れてるっていう感覚も、開けてしばらく痛いっていう感覚も、アンテナとかはあったんですよ、うん、アンテナ、フォアヘリ、アウターコンクあたり、あとインダスとかは開けてちょっと痛いなとかいうのは何日かあったりしたんですけど、うん、ダイスはないです。リンパとかどうでした？なんか場所によってはリンパが腫れたりとか、なんかこうコブができたりとかあるじゃないですか。コブできたんはでもフォアヘリの時とかで、ね、できとったな僕も、うん、ダイスはないですね。じゃあラスト、開けてよかったですか？よかったです。おー、喜んでもらえてる。おしゃれです。おしゃれよな、かわいいもん。うん、こうね、街中とかでこうピアスこうバババババって開いてる人とか見るじゃないですか。大抵みんなこうヘリックス、トラガス、アウターコンク、でロブにこう何個かめっちゃ開いてるとかで、うん、ダイス開いてる人出会わないんですよ。あー、そうなんかな。私外に出んからその辺でピアス開いてる人と会うことがない、いやなんかこう買い物とかしててもこう見かける、特に夏やけん開放的になるじゃないですか。バッ、髪型とかもね、こう見えるようにこう、特になんかもう暑いし邪魔やからってこういう風にかけたりしたら見える、うん、台室開いとうっていう人は見ないです。で、多分やけどセルフでできんないと思います。難しそうやな、うん、で、まあスタジオね、徳島は特にないので、うん、その台室に開けるっていうこと自体があんまり少ないのかなみたいな、うん、私、よう開けたな。初めてだったんよ。ですよ、ね。よう開けたな。はい、いやー、満足。おしゃれでよかったです。よかったです。イヤホンはできませんけど。参考になりましたでしょうか？私は参考になりました。まあ、横で見てたから、知ってるけどね、大体は。あと、くるくるピアスが回ったりしたら嫌やし、それを戻すときにちょっと痛いです。ああ、最近。こうなったりとかしたら、今痛い。さん、触るの。戻すな戻しちゃったんか。ちょっとぐらいくるんってなっとっても触るな。戻してもらったこともあったでしょ。まあ、でもあれはお風呂上がりとか柔らかい時にあったじゃないですか。確かに。だってさ、カピッと時にするけんブーチーってなるんですよ。あとね、掃除してください。え、違う、ダイスがここに開いてたら、うん、こう、まあ、ここの上の方とかね、うん、こう、隙間、耳の隙間と、こう、塞いじゃってるじゃないですか。うん、そこにゴミが溜まります。あ、見にくそう、見にくそ溜まる。え、でもそこに、下手したらほんまにこう、海っぽいのとか、あ、かさぶたとかが、たまるんで、普段から多分ちゃんと汚れとか取っとった方がいいです、多分。そうかもしれない。汚れはたまりやすいから、ね、たまりやすいと思います。上の方が下よりも、うん、気をつけてください。かと言って掃除しすぎるのも良くないから、適度にね、うん、教えてくれてありがとうございます。いえいえ、ダイス先輩ということで、今回はダイスについてのお話を聞かせてもらいました、はい、まだね、4ヶ月半長いような短いようなであんまり経ってないので、ここから多分ね、完成に近づいていくと思うので、また完成したり付け替えれる時期が来たら動画にしていきたいなと思ってますので、これからも気長に見守ってあげてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。
ピアス開いてる人たちからおしゃれって言われるのが嬉しいです。ああ、ツイッターでね、言ったそう、写真を見てたりしたら。ね、同じことやってる人らに、こう、なんか、おしゃれとか言ってもらえたら嬉しくないですか？確かに。多分私とかエタチさんよりもはるかに経験豊富なピアスの先輩方がいいねって言ってくれたらこうなんか褒められた、そうそうそう、嬉しいってなる。あとね、まあまだまだ先なんですけど、ほんのちこうハートのやつをつけたいなとか。ああ、星型とかあるね。まあそもそもそれがつけたくて開けたみたいな。ああ、酔ったな、まあ、道のりは長いです、でも。そうやな。まあ、気長に行こう。